杉田博史の Here Comes the Sun。 おはようございます、杉田博史です。日曜朝5時、今日も杉田博史の Here Comes the Sun が始まりました。10月に入り急に気温も下がり、そして日中と朝晩の気温差も激しい今日この頃ですが、皆さんお元気でしょうか？風邪などひかないように注意してくださいね。さて、今日は素敵なゲストをお呼びしております。ギタリストでありシンガーソングライターである、柳沢文夫さんです。はい、どうも、おはようございます。いらっしゃいました。いらっしゃいました。おはようございます。おはようございますですよね。朝は苦手でもないよね。いや、朝早いです、ね、そうだよね、はい、2人とも早起きだものね。朝やり取りします、ね、そうですよね、はい。では文夫さんのことを紹介したいと思います。はい、北海道函館出身、高校卒業後、はい、プロのミュージシャンを目指し単身上京、はい、合ってます？合ってます。で、安田英吉さんとか、萩原健一さん証券ですね、はい、とかパフィーとかとうとう数えきれないほどのミュージシャンのサポートギタリストとして、はい、ライブやレコーディングで大活躍、はあ、そして多くのミュージシャンのサウンドプロデュースも手掛け、いろんなミュージシャンから絶大なる信頼がある、ギタリスト、ミュージシャンなんですけれども。いえいえ。合ってますよね、今のとこ。最近ではこのソロのシンガーとして、文夫さん自身のライブを多数こなし、先月の9月12日にアルバムナマラをリリース。はい、今、レコ発ライブと称して全国各地のライブハウスを走り回っているところで、今日も函館のライブが終わり、東京に戻ったところで、スタジオに来ていただきました。はい、ありがとうございます。合ってますか、今も。合ってます。ありがとうございます。でも、この、先月に発売したアルバム、ナマラっていうのはどんなアルバムなのかって、ちょっと、どんなアルバム、アルバムですか。そうです。自分の中から、うん、出てくる音楽が一つじゃないので、うん、そうだね、いろんな種類のを入れてみようかなと思って、うん、いろんな曲調のわざと入れてみました。ですね、ええ、全13曲ですけれども、いろんなタイプの確かに曲が、なかなか飽きない。ありがとうございます。でも、はい、その構想から完成までって随分試行錯誤とか苦労した点とかってありました？あんまりないかもしれないですけど、いや、3月ぐらいから取りで始めて、うん、7月ぐらいまでかな、かかったの。ああ、うん、ね、まあ、ライブしながら、合間合間にね、レコーディングしてたから、ね、ずつやって、で、まあ、浮かんだ通り入れていくって音を。うん、僕も何曲かコーラスで参加させてもらったんですけれども、とってもなんか楽しい感じの、ピリピリしたムードが全くないレコーディングでね、とてもいい感じでね、ありがとうございます。できたと思うんですけれども。で、今、レコ発ライブということで、はい、いろんな、ライブハウスお客さんに手渡して CD を販売してますけれども、はいはい、反応はどうですか？あ、皆さん、いい感じで、ね、いいねって言ってくれて、うん、ありがたいですね。うん、たくさんの人に聞いてもらえるように、ね、まだまだこれからも何か所もライブするんですよ。もっともっとやろうと思ってますよね。僕はね、このみゆちゃんのこのアルバムっていうか、みゆちゃんの人柄がすごく出ていて、優しさと、はい、で、みゆちゃんのナイーブさと、それに相反するワイルドさを表現したアルバムだったような気がしてるんですけども、人間性がね、余すところなく現れていて、素晴らしい時間に仕上がったと思っております。そんな恐縮しております。そしたら、じゃあ、早速このナマラから一曲聴いてもらいたいと思うんですけれども、はい、一曲目は何を？チャックベリーをよろしくお願いいたします。Could be-
なまらふみお柳沢さんのアルバム、なまらよりチャックベリーを聴いていただきました。はい、なんかこのアルバムじゃなくて、この名前がなまらふみお柳沢っていうのはどういう、なまらっていうのはどういう意味なんですか？なまらは最高とか、なまらいいんでないかっていう。ああ、最高、北海道の言葉でね。まあそれはなんとなく分かってるんですけど、それをこの、芸名じゃない、なんていうか、アーティスト名にしたのは。杉田さんのアルバムのクレジットに、うん、え、杉田さんこんな風に書いてくれたんだ。そうだっけ？だと思うんですよ。僕のアルバムもギター弾いてくれたんですけど、ええ、それで、あ、そっか、なまらふみお柳沢って書いたの、僕が。確かそうだった。なるほどね。これいいねって思って。そうなんだ。使わせていただいて。名付け親ですか、名付け親です。そういうこと。いいなと思って使わせていただいて。はい、ええ。ありがとうございます。あ、今思う、そうでした。あ、そっか、はいはい、あ、そうかもしれないね。ね、後で家帰ったら見てみて。でも、ふみおちゃんは、はい、いろんなミュージシャンのサポートをしてましたけれども、はい、数えたらすごい数でしょ？多分、そうだと思いますよね。ね、うん、で、聞くところによると、その、はい、コード譜とか譜面が、もう棚で一面に飾ってじゃなくて、しまってあるみたいな。うん、もっとありますね。すごくあります。そうだよね、うん。紙なので。そうだよね。紙ベースの。うん、そうですね。すごい。で、その、例えば、僕なんか、例えば、本当何人かのアーティストしかやらないから、ごしゃごしゃになっちゃって、引っ張り出すのが大変なんだけど、はい、ちゃんとアーティストごとに整理してる。そうですね。そうですね。なんとなく、この辺にあの人のあるなとか分かる。あ、分かるんだ。見てみたいですけどね。いや、こんな、ラック一面、うん。そうですね。ラック一面に、今は、だいぶでも、あれしたんですけど、それでもすごいですね。紙なので。そうだね。うん。で、曲によってどんどんアレンジが変わっていくから、そうですね。書き込んで書き込んでって、見ると、あれなんだっけって分かんなくなることも多いです。そうですね。今、だからもう、
パソコンで譜面作れるようになったので、ずいぶん。すごい楽だよね。僕も、ちょっと進化しました。うん。僕も、ふゆちゃんにこのソフトを教えてもらって、パソコンで譜面作るようになったんで、本当ファイルが、ね、そうですね。しまっておけるから、よかったなと思ってね。曲探すときが大変ですね。この譜面の紙の中から曲を探すのが大変。同じ一つの一人のアーティストでもね、何十曲もあるわけだからね。そう、大変です。そんな苦労を。だから僕、冬ちゃんとライブやるようになったのは、大体ちょっと調べてみたら2020年あの頃だったのよ。生ライカーニバルに誘ってもらって、コロナ禍の時ですね。そう、コロナ禍の時にね。そうですよね。始めて、その、一緒にやるようになってっていうことから、うん、今じゃね、毎月毎月、ありがとうございます。横浜フライデーでね、ライブやってるんですけれども、そんなところから僕は、ちょっと僕のウォークオブライフっていうアルバムと、はい、妄想ザ・ビートルズのアルバムに今リリースしましたけれども、はい、ウォークオブライフにちょっとギター弾いてよっていう感じで、ね。はい。ありがとうございます。で、本来だったら僕のスタジオに来てもらって、弾いてもらってっていうのが筋なんですけど、でも、ちょっと忙しいし。いや、コロナ禍でしたからね。そうだよね。だから音源を、ソケを送って、メールで送って、でそれでパソコンに取り込んでもらって、ギターを弾いてもらって、はい、いいギターをいただきまして、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、この弾きながらなんか喋るの。いやいや、照れくさくて。ギター漫談みたいな感じで。そうですよ。ウォーク・オブ・ライフのクレジットが多分、そっか。生な組みようじゃないかな。なるほどね。多分。そっかそっか。思います。じゃあ、そのおみおちゃんが弾いてくれた曲を一曲ここでかけたいと思うんですけれども、はい、僕のアルバム Walk of Life より風に抱かれてという曲を聴いてください。はい、空は若葉が踊る、こんな日は何しようかな。表通りのカフェのテラスで美味しいものでも食べようかな。今日の仕事は休みにしちゃえ。風に抱かれてドアを開けたら私は自由が待っている。こんにちは自由よありがとう。裏側に光る影が揺れてる。こんな日はどこ行こうかな。隣の街まで足を伸ばしてあなたの手を握りたいな。家の用事は明日にすればいい。風に抱かれてステップを踏めば私を自由頑張っている。こんにちは自由よありがとう。小さな花を胸に飾って本当に幸せを裾分け。あなたのことを好きな私よ、私はとっても大好きさ、yeah。ウォークオブライフ、より風に抱かれてを聞いていただきました。みおちゃんが18で上京したわけでしょ、はい、高校卒業して、はい、それで一人で出てきたっていうのはどんな気持ちで、はい、どんなことを目指して東京に来たんですか？本当はバンドで来たかったんですけど、みんなちゃんと就職しようとしてあ、まあそれはそうだよね。僕が楽器屋さんの紹介である事務所の人を紹介してもらって、うん、
そこを頼って出てきて、ああ そ, うそこに2年間ぐらいいて、はい、その時に知り合った人たちからなんとなく誘われるようになって、ああ、うん、そんな感じですかね、最初は。で、まあ、2年間くらいいろいろアルバイトみたいな形で働きながら、ね、仕事を探して、うん、でいろんなつてを頼ってとか、ね、知り合ってちょっとずつ誘ってくる、うん、ね、うん、なんかそういったところで苦労した点とかって東京に知ってる人がいた、うん、でもいなかったです。すごいね、一人なの で, 一人で、ね、まずそれが、あと方向がどっちだかよくわからないとか、山手線乗ってもどっちがどっちだかわからないとか、まあ、それはね、でも時間の問題でね、だんだんわかってくるようになるとは思うんですけれども、土地勘が全然わかんないです、ね、まあ、そうだよね、でもそういう中でいろいろ人脈を作り築き上げてきて、そうですね、で 今, に、まあ、今に至るわけだけれども、うん、その辺のところってやっぱり僕はね、まあ、ギターのテクニックはもちろんあるとは思う、あるっていうか、素晴らしいと思うんですけど、そのミュージャンの人間性っていうのが、誰にでも好かれるような感じっていうのが、いいのかなって思うんですよね。ありがとうございます。いや、今はやっとこう自然にいられるんですけど、うん、若い時はやっぱ頑張らないと、なんかこう舐められちゃいかんじゃないけど。あ、やっぱそういう気持ちもあった。うん、ありましたね。なるほどね。頑張んなきゃっていう。そうだね。頑張ってたと思います。うん、そっかそっか。今は全然、普通ですけど、ね。普通にいますけど。でもその普通でいられるっていうのがいいよね。でも、今でもこう、なんか、仕事がちょっと大変だなと思うような、だって辛いもんね、この年になってね。今はだから、うん、やりたいことやって幸せです ね,、うん、ね, ね、ライブをやって自分の曲を作って、はい、レコーディングして、はい、ね、いろんなステージを楽しんでるもんね、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ今日はそんな感じで二人でここのスタジオで一曲ちょっとやってみたいと思うんですけれども、はい、いいですか。はい、もちろんです。僕の思い出に行ってよ、振ってという曲をね、ふみおちゃんのギター一本でちょっとやって歌ってみたいと思うんですけど、いいと思う。じゃあ聞いてください。はい。ガラス窓に雨が流れる、雨宿りのつもりのこの店で、向かいの歩道に見つけるなんて君を、誰かを待ってる雨の中、今じゃ何も知らない君のこと、でももう君は誰も求めてなんかないね。思い出、君の中にはどんな俺がいるのか、それとももういないのか。時は流れ、胸に刻まれた悲しみもいつか消えたけど、なくしたものが綺麗に見えるよ、心を風がちょっと吹き抜けたよ今。ドアを開けた誰かの声じゃ、外はひどく冷たい風らしい。背を向けてたけど気になるんだ窓の外、
振り向けばもう君の傘と手をつないで弾む小さな傘微笑んでたよ俺も寂しいくせになぜか思い出静かに怒りをあげて心の彼方へ俺に手を振るように時は流れ胸に刻まれた悲しみもいつか消えたけど失くしたものが綺麗に見えるよ心を風がちょっと吹き抜けたよ今スタジオライブで思い出に手を振ってを聞いていただきました。そろそろエンディングの時間ですけれども、メールをたくさんいただきました。ちょっとご紹介いたします。つい先日まで暑かったのにあっという間に肌寒い日が続いて体調を崩されていないでしょうか。秋という爽やかな気持ちのいい季節がなくなってきてしまったようで寂しいです。第2回の放送で不思議で素敵なクリスマスをかけていただきありがとうございました。桃が大好き桃の子さんより、次ラジオネームひぐまさんですね。杉田さん、文夫さん、おはようございます。文夫さんがゲストとのことでメールさせていただきました。先月の北海道でのお二人と浩一さんのライブ行かせていただきました。すごく楽しかったので来年またぜひぜひ北海道へ来てくださいねということです。嬉しいですね。個人的にはそんな君が好きでさがお気に入りで車の中でよく聞いています。二人ともお体に気をつけて頑張ってください。ありがとうございます。嬉しいですね。本当嬉しいですよね。他にもねたくさんメールいただきました。日本海のみえこさん、なごみプリンさん、ラジオネームねぼすけさん、ラジオネームよしこさん、ありがとうございます。これからもまた、メールを送っていただきたいと思います。ふみえちゃん、この、はい、これからの予定っていうのはどんな感じですか？これからですか？ライブの今日、15日、横浜パラダイスカフェでやります。はい、はい、そして21日土曜日、うん、はい、四ツ谷サウンドクリークドッポ、はい、というところで、はい、やります、はい、まるで読んだかのようなライブ告知ですけれども、僕もね今日ね、はい、僕は福岡なんですよ、はい、福岡リブラボっていうところで、はい、今度二人で行くけどね、はい、まず行ってきますね、はい、そして21日同じ日ですね、全く祐天寺の FJ、 あ、祐天寺と四ツ谷で、はい、僕は祐天寺の FJS でライブを行っています、はい。番組では皆さんからの質問ご意見曲のリクエストなどお待ちしております。宛先はメールアドレス hiroshi@musicbird.co.jp hiroshi@musicbird.co.jp です。今日本当にスペシャルな素敵なゲストに来ていただいた柳沢文夫さん、ありがとうございました。リスナーの方に一言、あ、どうもありがとうございました。お送りしたのは杉田博史でした。来週もお楽しみに。さよなら。さよなら。